久万高原町熊野正法寺で20日僧侶3人が水行に臨み、壇からおよそ10人を前に心身を清めました。日蓮宗の勧行の一つとして毎年2月に行っているものです。田坂清純住職と町外の僧侶2人が一列になり、本堂の前でおよそ5分間経を読みながら桶に汲んだ霊水を何度も頭からかぶりました。周りでは檀家の人たちが内輪太鼓を叩いて題目を唱えました。水は大変冷たいんですけれども、すごく身の引き締まる思いがいたします。度胸にも気合が入りますし、また皆さんにもこの、気合とともにですね、力を授けられるかなというふうに思います。